皆さんおはようございます。衆議院の原口克洋です。今日もですね、こういう朝焼けですね、美しいですね。昨日第17回の桜を見る会、総理主催桜を見る会の合同ヒアリング、追及中の合同ヒアリングを行いました。お二人の方が来てくださいました。下関の市議会議員さん、そして、ジャパンライフのですね、被害者弁護団の方、代表の弁護士さん、お二人でした。もう重要な証言が出ました。あの前夜祭にですね、会費を払ってない、それから領収書も回ってない、そういう証言を言ってくださいました。そして観光令が敷かれていると、一切言ってはならないと、やましくなければ何言ってもいいわけですよね。なんで観光令が敷かれているのか、そして皆さんですね、この前夜祭は、公的なもんだって思ってたということも証言がありましたね。だから私も不思議なんですよ。政治資金収支報告書に普通載せます。しかももう何期もやった国会議員であれば不記載って言ったことがないように、何重にもチェックしてるわけです。監査もいます。で、それがなぜ政治資金、つまり安倍後援会が主催してると言ってますよね。これは答弁で出てます。それなのになぜそれが収支報告書に載ってないのかと、いくつかの可能性があるわけです。で、その昨日の証言通りですね、この前夜祭も公的なものだと。で、昨日安倍議員が議員としてやったことなんで答えられないって官僚は言いましたけども、本当にそうなのかな。議員じゃなくてこの前夜祭も丸ごと要するに公費、公的なもの、総理大臣主催であるということになると、例の目から出ていくわけですよね。人件費ではなくてですね、経費に当たるもの、物品費に当たるものを定めたところ、そこから出ていっているとすると、では税金になるわけですね。です。そうでないんでますか。幾重にも不思議なことがあった。で、やっぱりもう、今、令和新選組、この7月のですね、選挙の時の前川喜平さんの演説をツイートしておきましたけども、これ、本当にここでもう終わりにしないと、隠蔽、私物化。で、今日ですね、あるメディアがですね、私がもう予算を、あなた方国会に説明できないんだったら、あなた方が出してくる予算は私たちの求めにも応じない、もうこういうことであればあなた方から一方的にお願いされる、つまり予算を可決してくれと、あるいは法案のヒアリングをしてくれということにも応じられないって言ったら、それを責めてですね来る人がいるんですね。どうぞ、その取材は自由ですし、疑問も勝手ですから、ツイッターライブをさせてくださいと言ったら、いやいや、それはあなたの政治活動を応援することになるからできませんと言うらしいんですよ。私はあの場でですね、私たちの政権であれば、あなた方は真っ先に去ってもらいますと、これは脅しではないということを言いました。当たり前です。国家公務員法に違反して、行政文書をシュレッダーにかけ、そして委員会が求めたにもかかわらず、もうログも調査する気ないと。ジャパンライフの不透明なところもですね、いや調査したけど、もう一切政治家の働きかけはないと。あるいはもう、あらゆることをですね、拒否してる。で、それは、職務怠慢であり、職を続けてもらうっていうのはありえないわけですね。それはもう当たり前、今の法律の中でもそう書いてあるわけですね。
まあだから、また新たな情報が、もう、夜回りって言ってですね、記者さんたちが夜ずっといるんですね。で、その人たちによるとですね、昨日またもう国会の開会日、1月20日だろうと、秋元司、元副大臣のところにですね、家宅捜索、議員会館に家宅捜索ってもう本当に何年ぶりでしょうね。おごり、高ぶり、これ IR ですから、IR、昨日、いかに不要か、害悪かということを言いましたけども、IR のお金がですね、まさにその職権のある人に流れているとしたら、これも大変なことになるわけですね。それで、そういうこともあって、解散はもう遠のいたと、昨日の午前中はですね、そういうことでしたけども、どうも昨日記者の人たちが言うには、1月10日の召集ではないかというわけです。まあ皆さんご存知の通り、私は1月14日、これ尖閣島に毎年、記念式典の来賓でお招きいただいて行くわけですけども、もし10日の開会であれば、私今年は行けないですよね。行けないどころか、10日の開会っていうことは、まあ、この間も国政報告で言ってましたけども、2月の16日投票日っていうことになる。その16ですから4日が、告示日ということになるんですかね。4日が選挙スタートですね。公示と告示って、これ違いますから、ちゃんと使わなきゃいけないんですけども、おそらく解散してくるだろうと。で、その時に、まだ、新しい塊のですね、合流についても、昨日も幹事長同士で話して、立憲民主党さんと国民民主党ですね、かなりいろんな認識が進んだそうですけど、希望の党と民進党を元に、合流するときには、合流合併協議会っていうのを作って、私は理念、綱領、基本政策を担当してですね、あれもう精力的に7回、その本交渉だけとして、そうか、消えるんですね。いや、まあ、すいません、失礼しました。こっちの朝焼けの方が、いいですか？おはようございます、皆さん。そこで、ぜひですね、私は提案をしたいと思っていて、まあこれもう任せてるから、政策が降りてきた時のことですけども、一つは原発です。これは、今平和核開発の時代に問うっていう、2007年の私の著書を、今、朗読をして、昨日第2章まで終わりました。核と人間は、やっぱり共存できないんですよ。で、特にこんな災害、地震の多い国ではですね、いや、地球上に、今の形のですね、1から2、3、4、5とありましたよね。これまとまってメルトダウンしてたらどうなったのか。私、いろんな影響って少なくないなんて、もうそんなレベルじゃなかったと思うんですね。でもそれは、これ鳥、これ何でしょうね。つぐみかな。こう大きく見えますけど、結構小さな鳥。よくここカラスに追われて、息絶え絶えの鳥もいるんですけども、もう本当に激しい世界を生きてるなっていうのを。つくづく思いますね。この衆議院宿舎だからどんな立派なところに住んでるだろうって言われますが、これですからね、この草ぼうぼうの。本当にもし、手上げ方式でですね、国に移管をして、手上げ方式ですよ。つまり原発はもう自分のところは電力会社のバランスシートから外しますと、してもっと別のエネルギーを追求しますと言ったところは国に移してもらって、そしてそこで徐々に廃炉をしていくと
こういうパターンですね。徐々にというか、まあ、一気にできればいいんでしょうけども、なかなか、資産の中から外すことはできにくい。これが一つ。それからもう一つは消費税ですね。もう何回もここで言ってますけども、消費税を上げなくてよかったんですよ。政府税調の、あの時、菅さんと仙石さん、私と神野先生で意見が割れたって話をしました。私たちは、5% から上げちゃダメだって、そんな約束もしてないし、経済の状況も、政治の状況も、社会の状況も、消費増税するような状況にない。逆に言うと、この消費税が、社会の、活力を奪い、経済の成長を奪ってきた。だから、なくしてもいいぐらいだということを言ったんですけど、あの時、菅さんと仙石さんに負けたわけですね。それは私の責任です。神野先生がおられてですね、負けるわけない戦いを負けてるんですよ。だから、それはもう菅さんと仙石さんが悪かったとか言いません。説得できなかった私が悪かった。だけど、それも負けたわけです。原口和弘、弱っちいからこの国がこうなってるわけです。だから、強くなきゃいかん。そして、みんなを説得しなきゃいけない。やっとあれから10年経って、消費税の真実についてみんなが気づき出した。それは、れいわ新選組の、山本太郎さんの功績も大きいし、多くの人たちがですね、藤井聡先生やいろんな人たちが、今、福田さんたちが、グループ作ってやってますね、立憲の中では。うちでは、岸本周平さんとかですね、古川元久さん、それから玉木雄一郎さん、この3人は財務省ですよね。でも財務省だけど、もう、やっぱり税はね、消費税はおかしい、取るべきとこから取んなきゃいけないっていう勉強会を並行してやってるわけです。馬淵さんと山本太郎さんと、並行してですね。私はもう国対委員長ですから、国会回しの責任者なんで、政策については、泉さんや多くの人たちに任せてますけども、しかし、今回の合流のところでは、やっぱりそれはやんなきゃいけない。昨日ある朝の勉強会でですね、自民党の人たちと話したら、君たちのネックはそこでうんって言うわけないから、どうせそこでバラバラになるよねっていう話でした。それじゃダメなんです。同じことを繰り返すわけだから。だから、しっかり頑張っていきたいというふうに思います。この先はですね、そして日本を新しい日の出の国に変えていくと。教育も、もうわけのわからん。子供たちをぐちゃぐちゃにするのもやめると。お金持ちがですね、自分の孫に、相続税対策でやったらそこはもう無税にするとか、もう究極の不公平でしょ、不公正でしょ。どうして貧しい人たちから取って、そして大金持ちの免税をするんですか。どうして輸出企業だけが優遇されるんですか。そんな歪みをですね、根本から変えていきましょう。そのためにも私もまた税制規制っていうのを私言ってきましたけども、もう皆さんご存知ですか。日本の放送局は20% までは 20% ですよ。がよそのドラマばっかり、私たちの電波をタダで使わせる、格安で使わせる必要がありますか。ぜひね、変えていきたいというふうに思います。1月10日これ召集日が1月10日になったら第201通常国会間違いないと思います。皆さん横に手を結びましょう。そして日本をこの明るい夜明けのようなそういう国に変えていきましょう。よろしくお願いします。はい、この格好ですね。別にこれ鈴木さんの回し物じゃありません。ミャンマーに行った時にですね、鈴木さんの工場視察させていただいた時のものです。それではたくさんの祝福がありますように。